はい、というわけで皆さんこんにちは、ボンボンの日常のお時間でございます。今日はですね、とある説を持ってきました。TikTok でですねちょっと見つけたんですけれども、マグロを10回言った後にタラちゃんの兄はって聞くんです。そしたらみんなカツオっていう説をちょっと検証したいなと思います。まず今から、はい、言いますので、まずちょっと答えてください。あ、OKOKOK、はい。マグロを10回言ってください。マグロ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 。タラちゃんの兄はマスオ。え？はい、ありがとうございます。タラちゃん、タラちゃんの兄は、タラちゃんの兄はカツオか。あ、え、カツオ違います。え、誰、タラちゃんでしょ。兄ってタラちゃんの お兄ちゃん。いや、カツオでしょ。 いない、いないです。今回のこれ企画、マグロ10回言ったらタラちゃんの何割ってたらみんなカツオっていう説を検証してました。何て言った。マスオさん検証でしょ。検証です。全然私そういうの絶対あれだから。あ、本当ですか。じゃあ、マグロって10回言ってください。マグロ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 。タラちゃんの兄の名前はカツオ。ありがとうございます。違うでしょ。違うじゃん。タラちゃんいないじゃん。いないです。ちゃんマグロって絶対言った後にタラちゃんの名前は検証してました。いや、あれだよ、歯分かってたし、歯分かってたし。あ、ちなみに歯分かってたし、2人とも連続でちょっと間違ってます。歯分かってたし。まあ検証企画です。マグロって10回言ってください。マグロ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 。タラちゃんの兄はタラちゃん。あ、違う。はい、ありがとうございます。いや、正解はいないって。あ、そうだそうだそうだ。これ昔やったなと思って、あれ今何だったっけと思った。今回の検証はみんなカツオって答える説を検証しました。そうだそうだ、前やったわ。本当ですか。そうだ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、とある検証です。うん、はい、よし、来い。マグロって10回言ってください。マグロ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 。タラちゃんの兄はタラちゃんの兄マスオ。はい、ありがとうございます。今回は検証企画ですね。そう、検証してました。おー、正解はタラちゃんの兄はいないが正解です。あ、そうなんや。マグロ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 。タラちゃんの兄はカツオ。マグロ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 。タラちゃんの兄はカツオ。マグロ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 。タラちゃんの兄はタラオ。タラちゃんの兄です。タラちゃんの兄やろ。タラちゃんの兄、はい、タラちゃんです。カツオ。ありがとうございます。はい、というわけでですね、説立証したのではないでしょうか。皆さんもですね、学校の友達とかにぜひやってみてください。それではまたね。